右足ブロックとは、心電図で見られる、異常所見の一つである。心臓の刺激伝導系を電気信号が流れる際、観念として、ホラ結節以下で右と左に流れる、電気信号の流れる通り道を想定する。右心室へ、電気信号を伝える電線の流れが悪い時、すなわち右足ブロックを呈する状態では、進室中核の興奮は、左から右へ伝わり、 右質の興奮は、左質の興奮に対して遅れて起きることになる。左足ブロックと比べ、右足ブロックでは、心臓の基礎疾患がないことが多い。ブルガダ症候群、肺精神で、右足ブロックを伴うことがある。心室中核上の誘導である、V1 誘導で、波形は上向きとなり、RSR 型の QRS となる。 右足ブロックの心電図所見は、急性肺精神でも見られることがあり、例えば肺動脈に血栓が飛んできて詰まったことで、起こる、肺拘束が起こると見られる場合がある。健常者で見られる右足ブロックは、長期的に突然死との関連は少ないことが報告されている。自覚症状のない右足ブロック基礎心疾患のない、 右足ブロックこれらは原則として、精密検査を必要としない。カディテ、エトール、サドニンエクスペクティットカーディアックデスワズ、エファンクションオブタイムシンス・ザ・ディテクションオブ、エレクトロカルジオグラフィック、アンドクリニカルリスクファクターズインアパレントリーヘルシー、メン、ザ・マニトバフォロー、アップスタディ1948-2004、キャン・ジェカーディアル、20622、 205から211、吉田幸彦問題ない右足ブロックと、要注意の右足ブロックマイナス西ブロック。日井雑誌2015144、1012から3。ありがとうございます。